YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。まあ、体操ね、リズム運動、椅子での、体操というところへ今週もやらせていただいています。何の曲に合わせるか、また、明日がお楽しみっていうところなんですけれども、今週は手を上げるところから、ね、で、お腹に近づけるところから、足、持ち上げてくるところ、全部ちょっとお腹に、を意識した運動を行っています。はい。で、本日、金曜日は、肘と膝ですね。肘と反対が、右の肘と左の膝。左の肘と右の膝。こうね、これを合わせていく運動を行っていきます。これはですね、2回1セットですね。1、2、3、4、5、6、7、8という形で、ちょっと体ひねりつつね、行っていきたいと思います。こう、腹斜筋のところですね、横の筋肉を少しこう、イメージしながら、こう、キュッとイメージしながら、やっていきたいと思います。いいですか？じゃあ8個間、16個間、いってみましょうか。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。どうでしょう？ね、一番最初からちょっとやってみましょう。8個間ずついきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。いや、間違えた。で今度は、足を伸ばす方ですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8。そして、最後の、1、2、3、4、5、6、7、8です。すいません、ここはちょっとゆっくりのリズムの方になってしまいましたが、でも音楽に合わせるときはさっきのペースかな。そうですね。その方が多分合わせやすいかと思います。明日、音楽に合わせてやってみたいと思いますので、またお楽しみにしてください。今日もお疲れ様でした。